はい、どうもチェルヒーラヨーと。はい、今日はですね、いつも通り斉藤さんをやっておったんですが、このひーちゃんのね、かわゆいかわゆい声にガチ恋してしまった16歳少年のお話です。では今日の声ルーレットはレッツラゴー。こちらの幼女ひーちゃんの声になります。今幼女ひーちゃんの声を聞いてしまったらね、ガチ恋してしまう、わかるわてなわけで本編の方どうぞ。もしもし。もしもし。こんばんは。こんばんは。何してたの？今、映画見てる。映画？何の映画見てるの？なんか、わかんないやつ、うん、みたいでわかんない何の映画かわからないんだ。そう。何歳？今、16だよ。9歳。あ、そうなんだ。うん。はじめまして、どうも。はじめまして。しゅんめっちゃ声かわいい。ありがとう。なんぼだよ。ん？どこに住んでんの？愛知県だよ。あ、愛知県なんだ。うん。遠いね。遠いの？うん。どこ？北海道。遠い。ほとんどの人が遠くなりやな、それ。うん、遠い。うん。え？なんて呼んだらいい？しーちゃんかな。わかった。うん。めっちゃ可愛いんだけど、これ。ありがとう。え、顔見たいっつったら嫌だ。うん、今電気つけられないんだよね。ああ。うん。つけれたらよかった。ねえ、ごめんな。いいよ。うん。うん。ほんと暇だね。暇だね。いや、めっちゃなんかもう、めっちゃドキドキする。嘘？なんで？いや、めっちゃ声可愛いから。ありがとう嬉しいな、うん、ちょっとその声で好きって言って。好き。やば、めっちゃドキドキする、うん、本当に？うんこんな子いっぱいいるやろ。全然いなくない？そうなの？うん、うん、もう一回言って、もう一回名前なんて言うの？しゅん。しゅんくん？しゅんくん好きだよ。やばめっちゃ可愛い。ありがとう。高校のメッセージ。うん、そうだよ。なんで分かったの？あれ言ったっけ？言った、あ、ごめんごめん、そっかいや、めっちゃ本当に声かわいい。ありがとういや、顔見たかったな。ごめんね。いいよ。うん。ずっと話してたよね。ん？ずっとこのまま話してた。ずっとこのまま話してる？え、あれ、なんか結構見せてくれる人とかいるじゃん。うん、めちゃめちゃいる。どうってあんまやな。あんまり見せられてもなって感じかな。あで、うん、なんかそういう話してたら、なんかそういう気分になっちゃった。そういう気分になっちゃったの？うん、ダメだよ。なってきちゃった。ダメだよ。分かった。何？分かってるよ。いい子寝ていいの？もう、うん、いいよ。これ
おやすみ。おやすみ。騙す行動が難しくないなら、信じるのも難しくないでしょう。見返りなんてなくてもいいから、今だけ騙されてください。